愛知立連技能専門校は、愛知県建設組合連合を母体とする職業、訓練法人愛知県建設職業、訓練協議会が運営する、認定職業訓練による職業能力開発校、建設技能者の育成を目的とする。本施設の事業内容は、認定職業訓練事業、訓練受託事業、訓練生支援事業、労働安全衛生教育、 資格取得対策事業、ものづくり推進事業及び技能者育成、認定職業訓練事業である。入校資格は年齢30歳程度で学歴不問としているが、該当訓練課の職業訓練指導員が在籍する事業所に勤務しているものであり、事業主が愛知県建設職業訓練協議会の会員である、必要がある。訓練費用は教材費、 入校金等のほかに、協会費や事業主負担金が必要となる。各訓練課の訓練日数は原則付き参会で主に土曜日の昼間に実施される。本施設内で専門的な学科や基本的な実技を学び、勤務先の事業所で事業者内の職業訓練指導員のもとで応用的実技を学ぶ。普通職業訓練普通課程であるため、 職業訓練指導員試験や技能調査合格による技能検定試験の一部免除等のほかに木造建築家修了者は木造建築士及び二級建築士の受験に必要な実務経験が短縮される以下の4訓練課がある。ありがとうございます。